ジョッシュ・ジョンソンはカリフォルニア州オークランド出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のニューヨークジェッツに練習生として所属している。ポジションは QB。高校時代は地元オークランドの高校でアメリカンフットボール、バスケットボール、陸上競技を行った。3年時にはチームの MIP に選ばれている。高校卒業後彼は サンディエゴ大学に入学し1年時の2004年はトッたモーテン戦の控え QB を務め135ヤードの獲得にとどまった。2年時の2005年からは先発 QB となり8試合で4タッチダウン以上を上げる大活躍を見せた。バルパライソ大学との試合では大学記録となる7タッチダウンを前半だけで上げた。またモアヘッド州立大学との パイオニアフットボールリーグ優勝決定戦では375ヤードを投げて5タッチダウンを上げて勝利に貢献した。この年彼はパス成功率70.1%パス獲得3256ヤード36タッチ打の成績を上げてチームの MVP に選ばれた。3年時の2006年にも彼は活躍を重ねて AP 通信が選ぶオールアメリカンのサードチームに選出された。彼の活躍でサンディエゴ大学は史上初めて全米トップ25に顔を出しチームは開幕から10連勝を飾った。この年彼は3320ヤードを投げて34タッチダウンを上げるとともにランでも720ヤードを走り11タッチダウンを上げた。彼に引きられた攻撃はディビジョン愛栄光中。 パス獲得ヤード、得点でトップとなった。この年彼は4試合で300ヤード以上を投げ、ジャクソンビル大学戦では384ヤードを獲得した。この試合でチームのオフェンスは大学記録となる470ヤードを獲得した。この年のウォルター・ペイトン賞の選考で彼は6位の票を集めた。2シーズンの活躍で2007年にも、 ウォルター・ペイトン小候補となった彼はプレシーズンのオールアメリカンに選出された。開幕戦に彼は403ヤードを投げて4タッチダウンパスを決めた。その後2試合連続で6タッチダウンを上げ、デイビッドソン大学戦では自己最高の428ヤード、6タッチダウンを上げた。この年彼は2988ヤードを投げ大学、記録となる43タッチダウンパスを決め、 インターセプトは1回であった。マ、ま、タランでは726ヤードを走りにタッチダウンを上げた。この年オールアメリカンのサードチームに選ばれるとともに、ウォルター・ペイトン賞のファイナリストに彼は残った。そして通算タッチダウンパス、通算パス獲得ヤードの大学記録を残して卒業した。シーズン終了後にテキサス州ヒューストンで行われた東西オールスター戦に出場した。 彼は11回のパス中5回成功させ78ヤードを獲得、1タッチダウンを上げるとともに3回のランで103ヤードを走り MVP に選ばれた。弱小校出身にもかかわらず彼は多くのチームからドラフトの際注目された。NFL コンバインでは40ヤード走で4.55秒を記録するとともに幅飛び、垂直飛びでは参加した。 QB 中ベストの数字を出した。2008年の NFL ドラフトで彼は5巡目全体160位で、タンパベイバッカニャーズに,に指名されて入団した。2009年の開幕前、バイロン・レフトウィッチ、ドラフト1巡目されたジョシュ・フリーマン、5年目のルーク・マカ、うんと先発の座を争ったが4番手の評価となった。しかし将来性を期待された、彼はチームに残留し、 マカウンがトレードされた。9月27日に行われた第3週のゲームで途中出場した彼は10月4日のワシントンレッドスキンズ戦で初先発を果たしアントニオ・ブライアントに NFL 入り後初のタッチダウンパスを投げたがチームは13から16で敗れた。しかし連敗が続き第9週からはジョシュ・フリーマンが先発 QB となった。年 第13週のカロライナ・パンサーズ戦で、負傷欠場したジョシュ・フリーマンに代わり、先発出場したがチームを勝利に導くことは、できなかった。2012年3月24日、サンディエゴ大学時代のコーチ、ジム・ハーボーが、ヘッドコーチを務めるサンフランシスコ・フォーティナイナーズと2年契約を、結んだ。しかし、 同年8月31日の最終ロースターカットで53人の中に残れず解雇された。同年12月、ジェイカトラーが負傷したシカゴベアーズのトライアウトにスティーブン・マギーと共に参加したが契約には至らなかった。12月26日、ブランド・ンウィーデン、コルト・マッコイが負傷したクリーブランド・ブラウンズと契約を結んだ。2012年シーズン終了後、 フリーエージェントとなった、彼は、2013年3月、シンシナティベンガルズと契約を結んだ。2014年5月12日、ベンガルズを解雇された。2014年5月、サンフランシスコーティナイナーズと契約を結んだが、9月20日に解雇された。その後契約と解雇を繰り返した。2015年8月27日、ニューヨークジェッツと契約を結んだが、 9月5日に解雇された。10月2日、エース QB のアンドリュー・ラックが負傷した、インディアナポリス・コルツと契約したが、10月5日に解雇された。10月7日、コルツと再契約を結んだが、10月12日に解雇された。10月13日にバッファロー・ビルズと契約を結んだ。2016年3月15日に、ボルチモア・レイブンズと契約を結んだが、 9月3日に解雇された。9月5日にニューヨークジャイアンツと契約を結んだ。彼がレギュラーシーズン中アクティブとなったのは、非階級 b のライアンナシブが負傷したことによる2試合のみであった。2017年3月17日、ジャイアンツと2年契約を結んだが、9月2日に解雇された。2017年11月7日、放出されたマットマグロインの代わりに、 ヒューストンテキサンズと契約を結んだ。11月22日に解雇されたが、脳震盪を起こしたテイラーハイニッケの代わりとして、12月27日に再度契約を結んだ。2018年3月19日に、オークランドレーダースと契約して、デレックカーの控え QB として期待されたが、EJ マニュエルとの争いに敗れて5月10日に解雇された。同年十二月五日、 アレックス・スミス、コルト・マッコイがシーズン絶望となったワシントン・レッド・スキンズにマーク・サンチェスの控えとして入団した。12月9日のニューヨーク・ジャイアンツ戦の第3球で途中出場を果たした。彼が QB としてプレイするのは2013年のベンガルズ時代以来のことであった。その試合で彼はパス16回中11回成功、195ヤードを投げて、 1TD、1INT の成績を残した。TD パスを投げたのは2011年のバッカニアーズ時代以来のことであった。翌週のジャクソンビルジャガーズ戦では先発 QB に昇格し16から13で勝利した。この試合で彼は先発 QB として初勝利を挙げた。2019年8月10日にデトロイトライオンズと契約するも9月17日に放出された。 11月22日に XFL のロサンゼルスワイルドキャッツと契約した。XFL では4試合に先発したが、新型コロナウイルスの流行により、リーグ戦が打ち切られた。2020年、サンフランシスコフォーティナイナーズと契約し、11月11日にプラクティススクワット入りした。2021年6月1日にリリースされた。 2021年8月4日にニューヨーク・ジェッツと契約した。彼はマーション・リンチのいとこであり彼らは同じ高校に入学した。リンチはまたロバート・ジョーダンやジャマーカス・ラッセルのいとこでもある。2018年シーズン途中からワシントン・レッドスキンズに入団した彼はマッティン・ NFL をプレーしてチームメイトの名前を覚えた。ありがとうございます。